欧米メディアの異様なバイアスということで、はい、アジア差別のオリエンタリズムという言葉ですね。これもね、はい、ちょっと深刻な話でございますね。はい、はい、いきましょうか、うん、ニューズウィークにも出てましたけど、これ結構ね、はい、あの海外メディアでもすごい共有されてる、僕ジャパンタイムズの中で見た記事なんです。インドの戦略家として有名で、日本にもまあちょくちょく来てるブラマチェラニーという有名な方がいらっしゃいます。はい、これあのインドの政府系のシンクタンクにいらっしゃる方なんですかね。はい、でこの方がですね、今回のインド、ほら、今第3波ですか、はい、死者が多数出てるじゃないですか、うん、であれの報道の仕方に異議ありという面白い記事を書いてるんですよ。はい、どういうことかというと、まあ、こういうことから言ってます。欧米のメディアは今、うん、あのインドの、火葬現場あるじゃないですか、うん、はい、あれをすごくこうフォーカスして、こんなに大量の人が火で燃やされてるよ、大変だよっていうことを今盛んにアピールしてます。はいはいはい、欧米のメディアっていうのは実は自国の中で同じぐらい人が死んでた時あるわけじゃないですか。はい、全然あります。イタリアとか一時期ひどかったですね。いや、インドこんなにやってるけれども、あのイギリスがマックスで死んでた時に比べたら20分の1らしいんですよ。インドが死んでるけれども、ね、はいはいはい、インド人口が多いからだからあの人口比率で言えば、イギリスの方が全然やばかったらしいですよ。ですよね、はい、でそれはあのニューヨークも一時期相当ひどかったじゃないですか、うん、そう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 、だから今東京五輪ができねえんじゃないかとか、うん、アメリカの新聞とかもね、はい、言ってるけれども、うん、いやいや、お前らワクチン全力で打ったけど、うん、まだそれと東京同じぐらいだよと、ね、むしろ東京少ないよと。確かに確かに。で日本人のダメなところは、うん、その少ないのにずっと逼迫させてるっていう、その医師会が ね、 ううね、協力しなかったりして、はいはいはい、あの、病床はいっぱいあるんだけど、はい、ね、あの全然、はい、あのコロナのために枠開けてないっていう、うんうんうん、その差だけですよ。はいはい、まあ、そういう、こういう、まあ、あの、これ、あの、うん、このフォーカスはもちろん、このプロパガンダの部分なんですけど、はい、欧米メディアっていうのは、こういうことが書いてます。欧米メディアは、遺体や悲惨な光景を捉えた映像でいっぱいだと。うん、まあ、確かにそうですね。はい、いずれも、欧米で同じようなことが起きたときには、うん、紙面に掲載されたり、放送されたりすることのないタイプの、えぐい画像だと、いうふうに言ってるんです。うん、まあ、確かにそうですね、その通り、うん。なので、欧米メディアは、国内の、自分たちの国内の生々しい光景を、ありのままに報じることは控えてきたっていうんですよ。要するに、自分たちのめちゃめちゃ人死んでるんだけど、はい、その、バタバタ死んでるところは、あの、やらずに、うん、インドの方に行くと、うわー、はい、こんなに人死んでる、おらおらってことで、仮想の現場とかをガンガンもう土足で入ってきて映してしまう、はいはい、棚に上げてね、はい、例えばこういうことですね。欧米のメディアの記者たちは家族を失ったばかりのインド人を取り囲み、うん、愛する人の死を悼む、プライベートな場面を欧米視聴者の見せ物にしてるんだと。確かに、もうお怒りでございますよ、チャラニーさん。日本のね、311の東日本大震災の時の悲惨な映像も、はい、日本国内のメディアは日本国内でやらないけど、やらないですね、やらないですね。欧米のメディアが来てね、はい、そうです、やってましたから、ね、めちゃめちゃやってましたね、うん、あの僕がよく覚えてるのは、これあのチェラニーさんも同じこと言ってるんですけど、うん、日本のメディアの中で、あの海外でメディアで写真とかで見ると、うん、映像の中に日本では絶対に映さないような、うん、あの津波がで行って終わって溺死死体いっぱいいるわけじゃないですか。溺死死体がいっぱい、あれをガンガン映してるんですよ、うん、こんだけ人死んでんだぜ、うらーってことで画像で上げてるんですけど、うん、はいはい、あれ日本じゃありえないでしょ。やらないですよ。さすがの朝日新聞もそこまではやっぱりやってないなっていう、うん、死体があったとしても顔モザイクですよ。ですよね、うん、絶対に、ね、うん、欧米結構これガンガンやってましたから。やります。僕も覚えてますよ、その当時、うん、うわ、海外のメディアのこの報じられ方ひでえな。これは結局何を僕この人が言ってるのも、まあ、もうこれあの、はい、例えばこういうこと言います、うん、2011年の東日本大震災の時、うん、犠牲者の、震災の犠牲者は二の次で、うん、福島第一原発の放射能漏れというセンセーショナルなニュースばかりが報じられたと、うん、しかもその内容は文化的人種的ステレオタイプに満ちていたと、はい、被害拡大を食い取るために原発内に留まった作業員たちは原発の侍とあだ名され、自殺的なミッションを遂行する原発の忍者という形で報じられたんだと、うん、はい、まあ、確かにあの東電の、 あの吉田所長とかの、ね、はい、活躍は
忍者だったけどね。まあまあ忍者的ではありましたけど。もう決死隊のね、はい、あの凄さ。ただそれを自殺ミッションだとか神風やってるみたいな感じで報じられてるってのはちょっとおかしいわけですよ、はい、だって実際これ原発の直接の被害で、うん、あの放射能をかぶってあの死んだって人はやっぱ一人も出てないわけですから。そう、はい、そこの部分はやっぱ彼もツッコミ入れてるわけですよ、うん、僕これ何言って言いたいかというと、これオリエンタリズムなんですよ、はい、オリエンタリズムでございます、この言葉ね、はい、はい、オリエンタリズムでございます。これ欧米のメディアにとってはアジアとかインドとか、うん、自分の異なる文化圏で行われていることは、うん、人間我々と同じ人間がやってることじゃなくて、うん、もう見せ物にしてもいいっていうふうに割り切れるんですよ。あ、はい、それは何かというと、うん、彼ら自身が、うん、その東洋とか、うん、その異文化に対しては、なんていうんですかね、ちょっと別物として切り離して感じで思ってるっていう、切り離して、そう、気持ちを切り離して見ることができるっていうことがありますね。奇妙な部族だなという心が必ずあるんですよね。そう部族視点で見てるんですよ、はいはいはい、あのオリエンタリズムっていうのは、まあ、あのよく言うのがこの東方趣味とか東洋趣味とか、はい、異国趣味とか言われたりとか、うん、オリエント世界、まあ、これは西アジアの方なんですけど、うん、オリエント世界への憧れに根ざす、うん、西欧近代における文学芸術上の風潮と、うん、要するにあの東洋の中で、あの西洋 の, あの、まあ、18世紀19世紀20世紀ですね、はい、初頭に描かれる、うん、あの東洋のイメージ、うん、すごく神秘的じゃないですか、はい、まあ、あのハリウッドの映画でいうとあのカラテキッドみたいな、はい、宮城さんでしたっけ、はい、あれ相当変人だったよね。変人、なんかこう、うん、こうやるといいんだとか言って、はい、なんか魔術みたいな、ライトハンド、マジック的な、レフトハンドダニエルさんそうライトハンドレフトハンドでしょ、それそれそれ、ああいう感じですよ、はい、はい、あのだから異文化のやっぱ部族文化みたいなものに対する偏見を、うん、そのまま投影して、じゃあインドでああいう風な起こってることはめちゃめちゃ悲惨だけど見せ物にしていいんだよね、はい、なぜなら俺たちと同じ人間じゃないからっていう、なんかねフィルターがあるんですよ。これオリエンタリズムと言います。でそれが今でも現在の西欧のメディアにはあるんじゃないかって批判しててね、あ、これなかなかいいことじゃないかなというふうに思います。俺もベストキッド見た時ムカついたんだけど、あのムカムカはオリエンタリズムだったんだよ。そうあの西洋のオリエンタリズムを、そう西洋のオリエンタリズムを感じた、奇妙なおっさんが変なことを教え、魔術みたいなのを教えてるよみたいな、はい、それは西洋人の、まあうん、まあ、あれはアメリカ人のですけど、はいはい、アメリカ人の東洋人に対する偏見をそのままがっちり表したらああいう感じになりますよ、うん、ということですよ ね、 なるほどね。実際はね、まあ、話したりとかすれば同じ人間だって分かるんですけど、うん、そこまではいかずにやっぱどうしてもバイアスをあえて入れてしまうと、はいはい、であえて入れると、うん、今度はそこで怒ってるあいつらがなんか悲惨なことやろうとしても、あ、俺たちのことじゃないよなということで、うん、他人感が出るという、うん、人ごとってことですね、うん、ただ僕はこれね、やっぱり一つ地理もやっぱり関係してると思ってるんですよ、うん、つまり距離が離れてる場所のことであれば、はい、部族的なことは非常に部族的に見れるんで、うん、安心して見てられるということですよね、うん、はい、気持ちが離れてるとやっぱ所詮は人事っていうところ、あと心理的距離感は人事感をやっぱり編み出すということですよね、うん、はい、なので、オリエンタリズムもそうですけど、これ人事目線、うん、これはどうしても西洋のメディア我々から見るとフェアじゃない視点に映るし、うん、実際フェアじゃないですよねって話ですね、うん、はいはいはい、例えばですよ、まあまあ、あのこれ別のパターンですけど、僕イギリスもそうですし日本でも会ったことありますけど、まあ、アメリカから来た某宗教団体の方いらっしゃるじゃないですか、うん、ランドセルやってネクタイして、はいはいはい、結構自転車乗ったりとかしてる、うん、はい、うん、あの方々よくアメリカから来てるわけじゃないですか、うん、でいや、なんか布教に来るわけですよ。僕イギリスでも会ったことあるんですけど、なんでそんな布教してるんですかってたまに聞くとですね、うん、いや日本の社会をもっと進化したより良い社会に変えたいからって、うん、よく言われるんですよ、はいはい、いやお前んとこまずもっとお前んとこぶっ壊れてねっていう話をよく思うんですけど、はい、まあでもあの日本に来る宗教家っていうのは、はい、あのフランシスコ・ザビエルの時からずっとそのパターンだよ ね、 あ、まあ、そうですね、救いに来たって。だからまあやっぱ一神教だとやっぱそれが来てない以上、はい、未開の部族ですからそうなんです、救いに来る ミッションですから、それしょうがないんだけど、はい、それが残ってるということなんですよね。だから未だにアジアってまだキリスト教少ないし、うんうん、そういうふうに見えちゃうそう、やっぱりね、ああいう宣教師的な視点、うんうん、やっぱあるんだなっていうことは、うん、まあ、チェラニーさんこの人インド系なんで、うん、あのインド人なんで、そう、うん、この辺はよくわかるんでしょうね、はい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 、はい、いやこれありますよ未だに、うんうん、なので、
これはね逆にだから日本側に日本人でもこういうふうにお前らの視点おかしいぞっていう人がやっぱり一人二人いてもおかしくないんですけど、うん、なぜかね日本の知識人でしかも英語で書ける人ってなんかやけに向こう側に合わせて日本は部族社会だみたいなこと書く人が多いんですよ。あ本当それはけしからんなと思いますよ、うん、はい、そうそうそう日本はキリスト教がなくてもキリスト教以上の価値を作ってるっていうのはありますからね、うん、だからチェラニーさんみたいなこの西洋のなんていうんですかバイアスにメディアバイアスに突っ込み入れられる日本人がもっといないといけないかな、そうそう日本人はやっぱもっといろんな発言をしなきゃいけないですよね、はい、違うぞと、はい、発信をしていただく、はい、新しいですね、はい、音声講座ができまして、はい、ハイブリッドウォーなのか、ね、SLS の情報戦なのかという次の戦争はこういう戦争になるだろうっていうね濃いですね、はい、濃いですねこれは今回は備えの6番ができました、はい、濃いなこれは、はいはい、ぜひこういう、ちょっと一気にね、うん聞いてみたいなと思う人は、もう濃いよ買っていただけたらと思っております、はい、そしてですね、はいはい、濃いもう濃いしか言ってない、ね、いや本当濃いじゃないですかでも濃いですか、あそうですか最高の男たちが最高の男たち、はい、濃い話をしております、はい、そうですね、はいはい、で、はいこのですね戦略がねどんどん分かりたいとした音声講座作ってますので、はい、でどっから入るかって言ったら、まあ、この米中20年戦争その辺のパート6から入ってもいいですし、はい、戦略の階層化ですねこの未来予測とかこういったところから入っていただいて、いいですね、もうだいぶ充実してきましたね、はい、こちらあともう、はい、リアリーズ入門ですね。リアリズムを理解した方は、まあ、リアリストについてね勉強すると、リアリズムがよくわかりますよと。名作ですね。もう時代はリアリストですもんね。はい。まあ、はい、後でその話を、はい、なぜなのかっていう話を、はい。もう時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよね。はい。クラウドじゃなくて。時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよ。はい。はい。そして、ルトワックですね。はい。この一発逆転と全てを超えた。きたきた。はい。はい。全ての戦略を超えていくのはこれじゃないかと。これです、ね。はい、クーデター。もう間違いないですね、これはね。で、はい、中国のですね、はい、このトリプルインベージョン。まあ、これが元になってね、アメリカもどん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 もういろんな議会が動いてきて、はい、ついに締め上げに向かっていったと。そうですね、この3冊のエッセンスが、まあ、うん、そうですね。かなり、はい、実はオーストラリアとカナダとニュージーランドの、はい、手口を分析してます。はいはいはい、そして、孫子の兵法。うん、ということですね。はい。からクラウゼビッツですね。はい、はい。まあここはもうそして、はい、地政学ということで、はい、敵なしですね。ここは、はい、本格的に、はい、クラウゼビッツ孫子、はい、地政学はもうこれでマスターということですね。はい、ということで各講座をね、はい、ビシッとまとめてですね、勉強したいなという人は、うん、ぜひ聞いていただけたらと思っております。はいはい